サンビセンテミサキの月光の海戦は、1780年1月16日の月夜に、アメリカの独立戦争の一部として、グレートブリテン王国艦隊とスペイン艦隊の間で行われた海戦。ポルトガルのサンビセンテミサキの沖で、ジョージ・ロドニー提督指式のイギリス艦隊と、ドン・フアン・ネラン・ガラ帝指式のスペイン艦隊によって、戦われ、イギリス艦隊が勝利した。 荒れる海で午後4時に開始された戦闘は、高校たる月光のもと、午前2時まで続いた。搬送軍艦の時代に夜間に海戦が行われることは珍しかったため、特に月光の海戦と呼ばれる。ロドニーの艦隊は、スペインによって封鎖されていたジブラルタルの救援に赴く途中、ポルトガル南西部のサンビセンテ岬沖で、戦列艦9隻からなる。 デランガラ式の小艦隊を補足した。デランガラの艦隊はそもそも戦列艦11隻で構成されていたが、2日前の強風により、サンヘナロとサンフストが切り離されていた。ロドニーは18隻の戦列艦で横陣を作り、スペイン艦隊に迫った。デランガラもまず自分の艦隊に戦列を作るよう命令したが、イギリス艦隊が2倍の戦力を持っていることを知ると、 全艦に対して、双方張り上げて、南方100マイルの母港カディスへ逃げ込むよう命令した。午後2時、ロドニーは全艦隊に追跡を命じ、全速力で追跡して追いつき次第交戦するように命令を下した。当時、イギリス海軍の艦は、海洋生物の付着を防ぐ道の外皮で潜伏を覆うことを始めており、そのためスペイン艦より拘束が出せたので、ほどなく、 スペイン艦隊に追いついた。午後4時ごろ、追跡を始めて2時間後に、イギリスの軍艦、ディフェンス、ベッドフォード、レゾリューション及びエドガーが攻撃を開始した。午後4時40分、イギリスのビアンフザンがスペインのサントドミンゴに攻撃を仕掛けようとした刹那、サントドミンゴが爆発した。乗組員は全員死亡した。ほどなく、日没となったが、追跡は、 闇と皇帝をついて行われた。午前2時、スペイン戦隊の戦闘の艦が降伏すると、すべての放火が止んだ。2隻の戦列艦と2隻のフリゲートが逃亡したが、デランガラの機関、フェニックスを含む6隻が捕獲された。夜明けには、ロドニー艦隊は浅瀬に達しており、そこから沖合に出ることが急がれたため、それ以上追跡を続けることはできなかった。海戦における、 イギリス側の犠牲者は、戦三32名、負傷102名であった。捕獲艦のうちの2隻、ヒク、サンフリアンとサンエウヘニオタイは、指揮を取ったイギリス士官が海岸線に関する知識を持たず、強風をついて航行させるために、スペインの艦長の助けを借りる必要があったために、スペイン人乗組員により奪還されてしまった。 サンフリアンの艦長は捕獲後も艦に残っていたが、自らの指揮権を回復することなく、手助けをすることを拒んだのである。捕獲された残り4隻のうち、フェニックスはジブラルタルと改名され、他の3隻は元の名前のままでイギリス海軍に編入された。ありがとうございます。